はいいどううもバサラですすごご視聴ありがとうございます今日なんですけれども、まあ普段のねガジェットのレビューとか、まあ、そういった内容ではなくてえプログラミングをねやりたいっていう人には仕事がないよっていうようなちょっと過激なタイトルでちょっとお話ちょっとさせていただこうかなというふうに思ってます。 最近ですね、まあこういう質問が多かったりとか、まあこういう話題をね、結構見たなっていう思ったところが、えー、あるんですけれども、まず一つ目ですね。一つ目に関しては、プログラミングを始めたいんですけれども、この Mac で大丈夫ですかみたいな話だったりとか、このパソコンで大丈夫ですかっていう質問がすごく多くて、そういったところで結構プログラミングっていうワードをよく聞くなっていうふうに思いました。で、二つ目なんですけれども、プログラミングスクール、若干なんかね、えー、話題になってましたよね。なんかプログラミングスクールがやっぱり高いだったりとか、 あとはね、プログラミングスクール通ったんだけれども、えー、元々ね、大きい会社で働いてて、で、プログラミングスクール行って、で、結局入った会社で、まあなんか年収が2、300万円ぐらいになっちゃったよ、みたいな、まあ、話があったりして、まあそこでもね、えー、プログラミングっていう言葉が、えー、使われてます。 で僕そのエンジニアなんですけれどもそのプログラミングっていうワードに関してめちゃくちゃ違和感を感じてそういうなんかそこのワードにすごく違和感を感じていてで僕は今 Web の会社でやっぱ働いているのでその,そのプログラミングを覚えたい人とそのプログラミングを使ってる会社に勤めてる自分のそのなんかミスマッチみたいなのって結構今発生しちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったので。 あの今回ですねその違和感について僕がその実際働いてる人間からちょっとお話しさせていただこうかなというふうに思ってますでその違和感を話した上でじゃあどういうふうにあの勉強していったらいいかみたいなことまで最後ね話していければなというふうに考えてます はいまずは自己紹介です。まあ今日はね、いつもとタイトルが違うので別のね、感じで検索で入ってきてる方いらっしゃるかなというふうに思うんで軽くね、自己紹介しようかなと思うんですけど僕はですね、基本的にガジェットのレビューの動画を作ったりしてます。一応ですね、IT 企業に勤めていてえっとエンジニアです。専門としてはですね、フロントエンドが専門になります。一応中途採用とかの面接とかもしているので、まあある程度ね、そのなんでしょう、レベルの観点みたいなものは持って今日お話しできるかなというふうに思ってます。まあ最近ですね、一番 の悩みとしてはです、ね、その中途採用できた方の面接の途中で「動画見てます」って言われるのが <laughs> まあ一番ね一番恥ずかしいんですけれどもまあそういったこともしてますであとですね書いた本はですね大体3冊ぐらいまあ書いていたりするので一応ですねあのそれなりのエンジニアだと思ってもらえればなと思ってますであとは僕はですね文系の大学に出てます文系の大学で独学でエンジニアにまでなったので、まあ、ある程度そのんでしょうそのスクールに通うとか、まあ、どういうふうに勉強してったらいいのかみたいな なところは自分の中である程度持っているようなまあまあバックグラウンドはえ持っています。というわけで,ですね。一応ですね、YouTube 以外もちゃんとえ仕事はしてます。 で今日の話なんですけれどもあくまでその僕はね Web 会社なので他のソフトウェア系の会社とはまたちょっと違うかなとは思うのであくまで Web ま会社のアプリケーションを作ってるようなエンジニアからの視点の意見だと思ってください、はい、今日はですねこういった内容でまあ話していこうかなというふうに考えてます1つ目にですねプログラミングっていう言葉についての違和感についてちょっとお話しさせていただいて2つ目ですね2つ目がまあプログラミングスクール、まあ、自分のエンジニアから見た時にプログラミングスクールってどう見えるのかっていう話を させていただいてで3つ目にですねまあ、稼げるようになるにはっていうようなトピックで話させていただこうかなと思いますまずは1つ目の話題なんですけれどもプログラミングという言葉に関しての違和感についてちょっとお話しさせていただきます でまず違和感の一つ目なんですけれども言葉が広すぎるっていうのが一、えー、つ思うところですね、えー、プログラミングっていうのは他の言葉で動き換えたらまあ運動なわけですよで運動っていうのはものすごい広い言葉じゃないですか野球をやるのか水泳をやるのかでだいぶ運動に差があるのわかりますかその球技だったりしてグループでやるものと水泳みたくまあ一人でね個人で泳ぐっていうようなものだとですねアドバイスがまあ全然違うので例えばパソコンこれスペック 合いますかっていう風な話なんですけれども例えばその人の頭の中では水泳をやろうとしているのに僕がバットとかをおすすめしても、まあ、めちゃめちゃ困るじゃないですか。なのであのすんごいプログラミングっていうワードがもう広すぎるんですよそのワードとして。 プログラミングやりたいっていう人に対しての、まあ、違和感というかいまいちだなっていう風にどうしても思っちゃうところの一つとしてはこれ運動したいに置き換えてもらって考えれば,えばいいかなという風に思ってて運動したいなって言ってる人って絶対運動しないじゃないですかで例えばそれがダイエットでも何でもいいんですけど運動したいなって思ってる人って絶対に始めないし絶対に痩せられないと思うんですよ本当にやりたい人って例えば水泳音で何々したいとかもうちょっとシェイプアップしたいみたいな感じで何か そのワードが出てくるんですよねあの運動に関してのもう少しもう少し詳細になったワードが出てくるんですけれどもそこが今出てこないっていうことは目的がかなり不明確だってことは明らかかなというふうに思うのでそのプログラミングやりたいっていう人はかなり漠然としたことをやりたいんだなっていう風な印象をどうしても持っちゃいます違和感の2つ目なんですけどプログラミング自体がですね目的になってないかなっていうのがすごく感じられます で、プログラム自体にはですね。それほど価値がないんですよ。そこはだって。ただの文字ですから、文字がえっと書いてあるだけなので、そこまで大きな価値は何もないんですね。 なんですけれどもそれが例えばアプリになったりとか例えばウェブサービスになった途端に急にお金を生み出すわけですよあのウェブサービスだったりとかアプリもその裏側はそのコードっていう文字列に今なってるんですけれどもその文字列の1個には何の価値もないんですけれどもアプリケーションってなった途端にすごい価値になるわけじゃないですかプログラムを書くこと自体はですね手段であって目的ではないんです また運動で例えるならですね、例えば痩せるための運動なのか例えば甲子園とか、まあ、全国大会みたいなのに行くための運動なのかっていうので同じ運動って言葉を使ってるんですけれども多分内容が全く違うものが出てくるんですね。なのでそのプログラミングも同じでですねあくまで手段の話をしてるんであってそのプログラミングによってどういう目的を達したいのかっていうのがやっぱり重要なのでプログラミングっていう言葉自体だとあまりにも漠然としてるんですよ。 なのでもう少し具体性を持たせたようなワードを使うべきだなというふうに思ってます。で違和感の次3つ目なんですけどそもそもプログラミングっていう言葉をですねえ使わないです。 はい、僕まあいくつかね会社はやってきてますけれども、えー、プログラミングって言ってる会社は、まあ、ほぼなくてほとんどの人はもうコーディングって言ってますコードを書くっていうふうに言いますもしくはですね、まあ、言語名ですねまあ JavaScript 書いてたとか、まあ、JS 書いてたとか、えー、HTML 書けますとかそういうふうに言語名で言ったりはしますけれどもプログラミングっていう漠然とした、えー、ワードでは、まあ、まず話さないですねあとはですねそのプログラマーっていう人も、まあ、あんまりいないというか普通そういうウェブ会社で言うと、まあ、エンジニアっていうふうに呼ばれる れたりとかあとは開発とかっていうふうにまあ言われたりとかしてあと技術とか、まあ、そういうような感じでまあ呼ばれたりするのでまずプログラミングっていうワード自体僕ら自身僕らそのプログラミング書ける人たちからしてみると結構聞き慣れないワードなんですよねただまあプログラムを動かすとかでプログラムって言葉を使うんですけれどもプログラミングとかはほんと使わないので結構ね聞いてて違和感があるし質問された時にめちゃくちゃ違和感があります。 はい、僕の中でまあこの資料を作ってる時にどうしてこの違和感があるんだろうなっていうのを考えた時に目的意識の欠如これが一番大きいなというふうに感じましたつまりプログラミングをやりたいっていう人は運動を何かしたいなっていう人と多分同じぐらいその何をやるかの具体性がまだ全然ついてなくて 多分目的意識もあまり持ててない状態なんではないかなというふうに感じてます。はい、次ですね。現役の、まあ、エンジニアから見た時のプログラミングスクールって、まあ、どういう感じなのかっていうのをちょっとお話しさせていただきます。まず一つ目、すごく思うのはですね、かなり高いなって思います。めちゃめちゃ高いなっていうふうに思います。で、こういうプログラムっていうか、そのコードとかの世界とかっていうのは、まあ、オープンソースって言われていて、まあいろいろですね、その技術言語みたいなものが全て公開されているものが非常にまあ多いです。 さらにですねそのドキュメントっていうのはタダで、まあ、公開されているので基本的にはそのチュートリアルをやればですね、えー、基本的にはその言語っていうのが結構分かったりとか、まあ、するんですね、まあ、ある程度その開発した経験がないと、まあ、難しい部分はあるんですけれども基本的には全部公開されてるんですよつまり無料でできるんですけれども一応スクーのにやっぱお金を払わなきゃならないってなるとやっぱりちょっと高いなっていうのは、えー、思います ただ、えっと、スクールのメリットとしてはやっぱり強制力はあるかなっていうふうに思っててさっき言ったような、まあ、自己学習ができる人はいいですけれどもみんながみんなそんなストイックにできるわけじゃないのでそういうスクールに入るメリットとしてはやっぱり僕は強制力かなっていうふうに思いましたえただですねそのスクールの情報っていうのはそのね資料を皆さんに、まあ、なんか作ったりとか公開するために情報が古かったりするかなっていうのはやっぱりあるのでどうしてもその実務でやるには一時情報やっぱり一番最新の情報がある程度、えー、知らないと あとですねその実務で使うっていうところに関してで言えばかなりそこにはレベルが足りてないんではないかなというふうに思いましたでこの「稼げるようになるには」っていうところで考えるとこの「実務レベル」ってところがとても重要ですじゃあ実務レベルっていうのは何よっていう話だと思います で、ちょっとこういう風な図をちょっと書かせていただきました。一番下がですね、レベル0とさせていただいて、あの、一番ね、レベルが何も知らない状態、0の状態。で、レベル10に関してはですね、まあもう年収2000万とか、まあいけるような、本当にトップクラスのエンジニアの、えー、イメージで考えてください。で、大体こういう風な4段階に分かれるかなという風に感じてます。で、上のゾーンから話していこうかなと思うんですけど、ここをね、まあ僕、レベル8からレベル10って書かせていただいたんですけれども、これはもう英雄クラスですね。もうヒーローレベルです。もう フリーでもバンバン稼げるしあとはまあ事業会社とかにいてもエースクラスの人たちですね本当に一部の人しかなれないようなところがレベル8から10かなという風に思います次5から7のところですねここはまあフリーでやってけるレベルっていう,ふうに書いたんですけれどもまあ、レベル8から10の人たちは本当にもう低手余ったって感じなんですけれども5から7の人たちはまあ普通にまあ稼げて生活できるようなまあレベルで考えてもらえばいいかなと思ってますし例えばまあ大きいウェブの会社とかに入るにはやっぱりこの 5から7ぐらいのまあ、スキルだったりとかポテンシャルがないと採用されないかなというふうには感じます次の下のクラスのレベル2から4 ここはですねフリーではまあやってけないレベルフリーでもなかなか仕事がもらえないレベルだったりとかあとはですねあの今話題になってるところですねなんかその例えば年収2 3 0 0万円ぐらいになっちゃいましたとかそのブラック企業でしたみたいな、えー、ところになりがちな人たちは多分このレベル2から4のところに多分いらっしゃるんで年収的にもまあ厳しいようなところになっちゃうのかなと思いますで、その下が、 スクール卒業レベルになりますはいなのでですねスクールっていうのは僕から見たら本当に基礎 マジできそうだしかないので例えばスクール出ればもう就職できるんだって思ったらもうそんなことは絶対ないレベルだなというふうに思いますじゃあそこで行った時の僕で言うその実務レベルっていうのはどこかっていうふうにするとこのピンクのラインのところがまあ実務レベルかなと思っていてレベル5以上のところがやっぱり実務レベルだなと思ってますじゃあレベル5まで行くにはまあどうしたらいいのかっていう話なんですけれどもここですね結局のところは自己学習が結局重要になっちゃいますで プロググラミングっていいうのは資格じゃないんですね例えば僕宅建って持ってるんですけれども例えば宅地建物取引主任者って例えば持ってると、えー、例えばそういう不動産のね取引を、えー、やっている、えー、ところだったら給料が月3万円とか上がったりとかするっていう会社もあるらしいんですよ。うん、でそれで例えば宅建持ってれば年収36万とかがまあ上がるわけじゃないですか。 そそういうういい風なももののののととっぽは違うんですよプログラミングっていうのはでさらにですねその副業でよく出てくるのがアフィリエイトが出てくると思うんですけれどもこのアフィリエイトっていうのはコツを学べれば結構できたりとかするところもあって例えば記事を量産するとかどういうワーディングにするとか、まあ、検索をやってみてどういうものがそのクエリとしてあの多いかとかがまあ調べられれば結構できるようになったりとかするんですけれどもそのアフィリエイトみたくその単純作業じゃないんですよね。結構もうちょっとクリエイティブな作業が プロググラミングの中にには必要になってきますなので習った技術を使って練習をしないと何かを作るっていうことがやっぱりできないんですよねこれはもう自転車の乗り方と一緒です最初にこうね補助輪とかつけて誰かに押さえてもらいながらえまずは走ってみてでそれから補助輪を取ったりとか手を離してもらったりして初めて乗れるっていう風な感じなんですけれども失敗してしまった例の人とかは補助輪がついた状態にもかかわらず普通の自転車に乗ろうとして、まあ、転んじゃったっていうのに結構近いんじゃないかなと思ってて。 もっとちゃんと乗れるようになれればちゃんと稼げる業界かなというふうに思いますなので重要なのはですねやっぱり練習することなんですけれどもじゃあ練習するにはどうしたらいいのかって言ったらやっぱりどうしてもね作ることが好きじゃないと、えー、無理ですで結局のところはですねここもなんですけど目的意識なんだなっていうふうに思っててそのプログラミングスクールに丸投げではダメでプログラミングスクールを得た何かでどういうふうになっていくかっていうその先のことをやっぱり考えないといけないのでどうしてもやっぱりですねその スクールに行っただけではダメでちゃんんとと目的を持たないいいけませんはい、最後にですね稼げるようになるにはっていう話させていただこうかなと思うんですけれども、まあ、今まで話したことで分かったかなと思うんですけれども結局は目的意識これがやっぱりすごく重要です。 じゃあ稼げるようになるにはっていうところなんですけれどもまずスクールがとかに通いながら通ってる時でもいいですしある程度その作れるようになったらまずはね作ることをねやっぱり楽しめるような状態にならないといけないかなというふうに思ってますなんで楽しみながら作れればおのずとですね、まあ、スキルっていうのも上がるのでまずは何を作ると自分が楽しいのかっていうのを見つけることがやっぱり重要かなと思うのでまずは楽しむことが重要です 次にですね、まあ、ある程度その言語を使って何かが作れるようになったらその中でですね自分の特性に合った人気の言語を次にやっぱ探すのが ええいいかなというふうに思ってます結局プログラミングっていうのはまあ、ある程度各種言語ごと違うんですけれども例えば運動とかと一緒で体の動かし方がやっぱり結局似てる部分とかあったりするじゃないですか例えばまあ野球であったとしてもランニングだったとしても走るっていう行為はやっぱり一緒だったりするのでプログラミングもそういった感じで基本的な部分は似てたりとかするんですねなのでこの言語からこの言語に移るってことは結構できたりとかしますそれぞれねまあいろいろ特性は違ったりとかするんですけれども全く知らない人よりは簡単に、まあ 映れますなので自分の特性に合った人気のある言語をここで探してみるのがいいかなと思います人気ののの言語の探しし方っっていうのは後でちょっとお話しします次に3つ目なんですけれどもそういうなんでいろいろ作ってみたらその作ったものを必ず公開をしてみましょういろいろ公開してもらえばやっぱりフィードバックももらえるしまあそこからねあお話があってまあ、副業先だったりとかあとは、えー、と就職先みたいなところもよりね、えー、ポートフォリオ的に使えたりとかしてできやすくなるのでその作ったものを必ず公開するっていうのは結構 重要なななポイントじゃいいいかなというふうに思います基本的にはですね Web 開発みたいなところに関してはほぼドキュメントが無料で、えー、インターネットのそこら中にあります。ということは参入ハードルが 低いんですよねということは自分が稼げるようになるには他と差別化をいろいろしなきゃいけないんですけどそのの差別化っていうのがすすごく大変ですだからこそ自分に合ったねもので楽しく作れるようなものじゃないと結構差別化がね難しいのでその楽しむこととか自分の特性に合ったものみたいな話をさせていただきました最後に人気の言語の見つけ方なんですけれどもちょうどですねその2020年とかの終わりにですね、まあ、海外だったらそのスタックオーバーフローっていうその技術的なことを質問するようなサイト があったりとかあと GitHub っていうそのコードとかをいろいろ管理するようなドロップボックスみたいなまサービスがあるんですけれどもその2つがですねまあ、こういう風な言語がまあ一番質問多かったよとかうちの中のソースとして多かったよみたいなのがまあ公開されてるんですねまず最初にこれが StackOverflow のところになります URL とかはね概要欄に貼っておくのでまあ、見たい人はねぜひ,ぜひそのサイトをね見てもらえばいいかなと思うんですけれどもこのね一番上がま JavaScript っていう風になっていたりとか次これがま GitHub の 方なんでですすけれどももここもですねまあ、JavaScript がねずっと、えー、2014年ぐらいからねずっとまあ1位になっていてあ人気の言語なんだなっていうのがまあここでも分かりますしあとはそこ以外もあの上がってるとこですね、えー、とグラフがこうキュッと、えー、上がってるところ。 にをフォーカスしててもらって例えばこの Python が人気なんだなとかあとはこの TypeScript っていうのもすごい上がってるなっていうのを、まあ、こういったところで見てみて自分の特性と合ってるものとこのグラフで上がってるものとかエントリーしてるもの上位に入ってるものを選んでいただくのが一番いいと思いますはい今日のまとめですまずはですね目的意識ちゃんと持ちましょう何のために勉強するのか何をしたいのかっていう目的意識がすごく重要です次にプロググラミンはは手段でであって目的ではない ですそのプログラミングで何を作るかどういうアウトプットを出すかがすごく重要なのでプログラミングだけにねフォーカスしてはダメです何を作りたいか何を作りたいかの方にフォーカスを必ずしてくださいそしてその作るものに関して自分が楽しいもの自分に特性があったものそういったものを必ず見つけるっていうのもとても重要ですでプログラミングスクールには丸投げはダメで結局自己学習やっぱり自分で自己研鑽みたいなところやっぱり重要になってくるところかなと思うので必ず まず自分で勉強する時間は必要になりますそして身につけた技術でどういう風に稼いでいくかみたいなそのマーケティング自己マーケティングみたいなところも重要になってくるのでそういった計画を立てることも、えー、すごく重要になります例えばスクール任せで就職先を決めてしまうと自分の特性と合ってない可能性もありますし自分は何を作るのが好きで どう稼ぎたいのかっていうのを目的意識ですよね。やっぱりそこが重要になるかなと思うので、その計画性みたいなところもすごく重要ですね。はい、というわけでですね、今日はガジェットのレビューじゃね、全然なかったんですけれども、最近世の中がね、まあ、そのプログラミングっていうワードをまあよく聞くので、そのプログラミングをね、まあ、今度始めたいっていう人に対して、僕は思ったことをですね、ちょっと今日お話しさせていただきました。なんか youtube とか見ると、プログラミングを覚えれば、なんか副業としていけるぜみたいなのとかが、まあ結構ちょっと。あ。ったりとかして。 まあ自分がねその実際そのウェブ会社で働いてる身としてはこう思うよっていうのような内容でしたでまあね僕ね実際ねやっぱ働いてるのでこういった内容ねちょっとねギリギリなところだと思うんですよはいなので、まあ、今後もこういう内容ちょっと聞きたいっていう人がまあいるかもしれないですけれどもちょっとねまあ作れない作りづらいかもしれないんで、まあ、質問をねちょっとコメントとかで、ね、もし質問とかがあったらちょっとコメント欄を見させていただいてあこういう内容なら作れるかもみたいなのが、えー、あれば またこういった内容を作らせていただこうかなと思ってます。え普段はですね、まあ、この横にあるようなですね、えー、ガジェットのレビューですね、まあ、ここでは、ね、Mac 出してますけど、Mac のレビューとかも、えー、してるので、まあ、もしね、よろしければ、えー、見てもらえればなというふうに思います。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ